はい、えー、ご紹介に預かりましたプログラミングアドバイザーのシカフリですよろしくお願いします <laughs> はいそれではお一言ずつご挨拶からはい、えー、本日はお忙しい中、えー、皆さんお集まりいただきましてありがとうございます、えー、東映アニメーション制作技術室室長の近藤と申しますよろしくお願いします <laughs> はいお願いします、えー、私の方は、えー、技術的に今回の、えー、リマスターリングを サポートさせていただきました。東映ラボテックの根岸と言います。よろしくお願いします。それでは行動さん、根岸さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。であのトークのですね、えっ、ー、と中身に入る前に、あの一応プログラミングアドバイザーとして、えー、なぜ白蛇伝を上映するかということについて簡単に説明したいと思います。あのこちら側のポスターに、えー、あの出ているですねビジュアルが今回選出した、えー、アニメーション映画まあプラス 特撮作品のウルトタラ Q」が入っておるんですけれども、えー、白蛇伝が相当大きい面積を占めていることでお分かりになるようにですね、えー、1958年実はちょっと私の生まれ年と同じなんですけれども1958年に当時もうあの戦争からだいぶ時間が経ってすごく子どもがものすごく増えてきてなおかつあの新しい時代高度成長期に向かうっていう時にですねあのまあ東映さん当時の東映さんが東映動画という会社を作られて。 えー、それと子ども向けの新しいアニメーション映画を、えー、カラーで当時まだまだ白黒が主流だった時代にカラーで作るということをですねプロジェクトとして立ち上げて、えー、当時ものすごくモダンだった、えー、レーダーカン備のスタジオを作られて若い人,人たち特にその戦後でも平和なので絵を描きたいっていう人がいっぱいいたのでそういう人たちを集めて。であの アニメーション映画を作りましたそれによってあの、まあ、それまで主にディズニーというアメリカの会社がえ世界的なそのアニメーション映画を提供してたんですが日本にもそのチャンスが回ってきて、えーまあ、それが全ての出発点になってつまりここにある全部はもう本当に白で乗に乗ってるといっても 過言ではないような作品だというふうに認識しております。で今回はあのすごく日本のアニメの歴史を語ってほしいということだったので。原点でまず選ばせていただいた後に、後なんですよ。あの実は四 k で修復しております。はい、そしてあの N. H. K. の朝の連続テレビ小説夏空というですね。あの広瀬すずさんが主役のアニメーターが主人公のドラマというですね。画期的なものが、えー、あの流れたら。 えー、白蛇伝をヒントにした白蛇姫という作品を作るという、はい、そういうところもドラマに織り込まれてなんとラッキーなんだろうと思ってですね追、ね、<laughs> い風に乗ってですねあのこのように皆さんに 4K のスクリーンで一般の方にお,お金を取って見せるの今回初,初だそうですのでそれも含めて是非お楽しみいただけたらなと思いますというのが前説でございます。と、はいはい、ということでその まあ今白蛇伝の位置づけはちょっと申し上げたんですが、はい、そもそもその私も私窓から知った修復のきっかけとかかかその辺らきっかけとしてはです、ねあのーまあ、今から2年前、2017年ですけれども、はいあのー、国立映画アーカイブさんの方から、あのー、東映の本体のほうに依頼がありまして。 えちょうどあの2017年というのがえ日本のアニメーションの歴史が100周年あアニメアニメリクスト100というのをえやっておりますけれどもはい、はい、そのタイミングがありまして、えー、映画アーカイブさんの方から、えー、ぜひそのえ日本初のえカラーアニメーションである白蛇伝を 4K 化してえ収蔵したいですという相談がありましてで最初はそのえ東映とえまあ 国立映画アーカイブさんの方との2社のプロジェクトということで動いておりましてでその中であの当然、えー、修復にあたっての,その、えー、いろんな資料を弊社の方の保存資料から、えー、提供はしているんですけどもちょうどあの、まあ、そういう話とはまた別のところであの弊社の中でもですね、えー、劇場長編の映画、まあはい、をやはり将来的に保存していくにあたって、はいえー、4K スキャンが必要であろうと。 はい、いう話がちょうどありまして、はい、でちょうどそのタイミングがいろいろ合致しましてであるならば3社でプロジェクトをやっていきましょうということでえ動いたのがまあきっかけです今のフィルムの修復ということについてはあの私もアーカイブ的な仕事も10年ちょっとやっててですね非常に危機的な状況にあってあのなかなかあのやっぱりあの物体なのでえ経年変化でえ主にビネが。 ちょっと酸っぱくなるような状況になってたりしてですね非常に心痛めてるので非常にの嬉しく思っておりますで具体的にじゃあどういうふうに直してたかっていうのは2300いますがいずれにしてもやっぱり当時の1958年にできたネガっていうのは当時ネガを保存しとくっていう考え方が多分なかったんですねですのでもう終わったらそのままということなのでやっぱり 今おっしゃったように、はい、ビネガーシンドロームは進行してます。はい、ですので、まあ今回ちょうどギリギリのところで 4K スキャンができたっていうのはいいタイミングだったなというふうには思ってます。はい、一つなんかこうあの修復というよりはレスキューに近い印象があるんですけども、はい。もうあの、はい、細かく調べてみたらフィルムもやっぱり傷だらけだったし、はいえー、途中途中で多分当時あのプリントを焼いた段階で、はいえー、ネガが傷んでて。 途中途中絵がないっていうコマもあったりしましたその間全部黒みがつってあったりとかいう映画でしたんで音が音はずれないように黒コマを入れてるっていう感じになってました。<laughs> ういうね、はい それはどうですか近藤さんから見るとやっぱりその文化遺産的なものと工業的なものとちょっと答えにくいかもしれない、ね、<laughs> そうですね、はい、でもやはりそういったものを残して活用していくっていう発想自体がやはりまあ、はいあのー、本当に比較的最近になってからの話にはなりますのでまあ当時の事情はもうそれはやむをえないなっていうのが正直なところではありますね、はいはい。それでその技術的なこともちょっと絡んでくるんですが 4K っていうものの,そのある意味今までの 修復とととちょっと違うう要素もいいろろあると思うんですがあの技術的には 2K と 4K の、はいえー、修復についての大きななな技術的な差はないですね、はいはい、例えばどういったものを直していくっていうことでこれはもう、はい、あの古い作品をリマスタリングする場合って実際の作業よりどういう方法でどういう考え方でリマスタリングするかっていうその方針決め決めるのに相当時間かかります。はい 今回もその時間が大半って言ってて言いいぐらいら、はい、例えばどういう方針で<の>選択肢がいくつかあるとすいか <laughs> 例えば先ほど言った、はいえー、黒駒が入っているのをそのままにしますか、はい、っていうこととかあ現状維持にするか一番悩んだのは、はい、当時の技術としてねそのものすごく大勢の人が色を、はい、あの塗ったり、はい、作画したりしてるんで明らかにこれ色が違うよねって。 っていう、あのう、間違い的なこといっぱいありました。で、これ直すの、当時のままにするのっていうこと。も含めて、もういろんなことをやりましたね。なるほど、デジタルの時代になって、何でも直せてしまうが、U. A. D. 逆に。直せって言えば、全部直せます。そうすると、あのちょっと言い方悪いかもしれないです。がんさにちょっと近づいていくみたいな。はい、すみませ言い方そうですね。で、あのう。あ、がんさだと思ってるんじゃないけど。あ皆さんに見ていただくときに、やっぱり。 見やすくするっていうのも大事なことで、そう、ねまあ、公開当時の印象に近づけるみたいな。そうですね。公開当時はプリントフィルムで見ていただいているので、はい、まあ当時の状態にできるだけ近くということで、今回も1962年から5年ぐらいの間にプリントをしたフィルムが最高かみたいなもの、根が以外にあったんですね。それよかったただ、はい、結構退職してます。えー でもないコマがあった。もう50年ぐらい経った、うん。それはしょうがないですね。<laughs> まあ私はずいぶんそれを色の参考にしたりとか、いろ <laughs>、うん、んなことをしました。はい、じゃあ部分的にそっちから参,参考にしたり。いやもうほとんど参考にしたのは前後のコマを使って <A>、えー、絵を作り直しっていう形を取ってます、はい。そういうことですね。はい。あのえー、とテレビの CS の番組でその修復見てあるんですけど、はい、<laughs> ないコマがこう復元されてる。ははい。はい それはもう大抵前後の駒をうまく利用して作っていくっていう形ですね。今はそういう技術がすごく進んでるんで自然な形でこれは制作されてる東映アニメーションさん的には先ほど資料を提供されたっておったんですけどセル画とか一部残ってそうですねはいセル画がまあそんなに数はなかったんですけれども残ってるものがありましてでまあ 実際フリーそのフィルムの印象と、はい、まあ 当たり前ですけども違いますのでカラリストの方にもともとはこういう色だっていうふうなところをまず、えええー、知ってもらって、はい、でそれを参考に、まあ、あのじゃあこれがフィルムで変換されたらこうなるだろうっていうふうなところを、えーまあ、カラリストさんそこはセンスというか、ええ、まあテクニックだなと思うんですけどもあくまでも、まあ、本当にベースの部分での参考ということでセルー見ていただきましたね。はい、あ今カララリストっっておっしゃったののはははボテッククさんの <laughs>、はい、はい、はい、そうですで特ににキャラクターの色については、はい フィルムの方はかなり退色しちゃってたので。あ、そうですよね。えー、あの、はい、セルをある程度参考にさせてもらいました。ただ、はい、セル自体も本当にもともとの色なのかというと、そこは。そうです。いろいろ配色してる。配色してますので <laughs> のだいぶあの保存している状態も、あの波打っちゃってたりとか。はい、あ、そうなんですね。セル自身もビネガーが進行してたんで、はい、まあ、その辺をいろいろ。 それぞれ参考にしながら、キャラクターの色を決めて、はいはい、じゃ、あこの色で、はい、あの、再現しとこうというような。色調整はしました。改善を尽くす感じ。はい。はい、はい。で、実際、その、完成されたの見たい、どう、だどうですか。河野さん。あのー、はい、やっぱり、まあ、根岸が言った通りであるんですけど、はい、この、まあ、これが、その、公開当時の。映像なんだろうなっていうところの、はい、やっぱり、その。 まあ今までやっぱり DVD ですとか、はい、VHS とか、まあ、そういったものでは見てはきてるんですけども、ええ、やはりもう格段にやはりその、まあ、色の仕上がりですとかそういったところが違いまして、ええ、まあやはりその、まあ一言で言えばすごく見やすい。 実際、関係者での試写をやった時があったんですけれども、<っ>あの弊社の,その若手にも見てもらったんですけれどもあの、こんなにその分かりやすいとは思わなかったとか、ですねちゃんとその、えー、若い世代の子たちにも響くような、そういう仕上がりになっているというところがやっぱりすごいなと思いましたねそこはやっぱり根、ね、岸さん的にもたやっぱり一番気をつけたのは、そうですね、えーえー、特に当時、はいあの、背景画を、あのはい まあ画用紙っていう言い方はどうかと思いますけど背景画の紙の質感って結構残ってるんですよでそれを残すっていうのを結構苦労しましたあの今はどっちかっていうとそういうのをきれいにして見やすくすると今の若い人たちはあ綺麗になったって言ってくれるんですけどそうするとあの古い方が これは違うぞっていう話になって、<laughs> あとあ手作り感がね、な,な,ままなので、もうできるだけ紙の質感も残すように <はい S 2> 調整をしてます。なるほどはい。<はい S 1> はい 本当にそこいろいろ考え方があって海外のリマスターとか見るとなんかこれデジタルで再制作したみたいなのがやってくれっつったらそれもできるうですねやっぱの分かりやすいといえばそっちのほうが分かりやすいんですけれどもやはりセル画のアニメーションでそれがフィルムで味ですから作られたものっていうことがやはり一番大事にしていきたいとこだったのででもやっぱり国立のアーカイブが関与してるので分かるように次の世代にどう伝えるかってとこが一番。 重要なので、そうですね。その中間会でちゃんとその手作り感を残すっていうのは大事なことなんじゃないかと思います。あの当時の上映だと、チェンジパンチってあのロールが変わるときに、子供の子よく見てました。白とか出たはずなんですね。でも当時のネガにそれ打たれちゃってるんで、全部そういう穴が開いてたんですけど、それ残すの、消すのっていうのも議論になりました。あ、そうですね。で、今回消しました。 まあ決してるうが主流ですね。<laughs> それはいらないだろうということで、はいはい、まあちょっと現実に戻っちゃうんです、ね。いろんなことまで、ともに一から十までみんなで決める、はいはい、その工程が結構大変ですね。はい、あと東映さんの方にはやっぱり夏空効果みたいなのを聞いたりしませんか。<laughs> <laughs> そうですね。<で>あのー、全国規模のこう集知がいったわけですけど、ね、<laughs> あの非常に大きい影響だったと思います。はいはい、あのー、やはりあの夏空で、あのー、まあ。 アニメーションって、こういう形で作られているんだよっていうこととか、まあ、あの、弊社をモデルにして、あの、作っていただいておりますので。あの、まあ、白蛇姫が。こういう、あの、若い才能たちが集まって、しかも、その。アニメーション制作経験者がほぼいないような状態で、その、作られていたんだよっていうふなところとか。あれ、よかったですよね。本当にね。そうなん。熱気が、熱気がある開拓精神みたいなことですね。そういう、その、試行錯誤的なところも、あの、ドラマでちゃんと描いていただいたということで、あの、やはり。 今までそのアニメーションに興味のなかった方が、ええ、あの非常に関心を持っていただいて、はい、まあそれもあってあの、まあ、先日まであの開催していたの高畑勲さんの、はい、展覧会も非常にやはり大きな反響でしたし、ええええ、あとあの、まあ、今回、まあ、DCP で、はい、あの白蛇伝、えー、まあ上映用素材ありますけれどもあのかなりいろんなところから上映をしたいという,ふうな声がかかりまして、はいはい、いいそういったことでいろいろと広がっているので、はい、本当に夏空には感謝しています。ね そそうやってその手作り感が、ね、あの広がっている中で戸、えー、江さんとしても、はい、あのまた新しい人材育成に取り組んでらっしゃると思うんですがやはり、まああのー、今後どういった作品をやっぱりあの弊社として、はいあのー、皆さんに送り届けていくのかというところは大きな課題ではありますけれどもやはりその夏空でも描いていたようにその若い才能が集まって、はい、アニメーションを作り続けていくというそういう精神は も,もう今も若手に引き継がれているところがありまして、はい、まあ、そういったあの育成の、えー、取り組みも今始まっているところであります。ぜひこの機会にちょっとご紹介いただけたらと思うんです。えっと、まあ、あのせっかくの場でありますので。えっ、ー、と、はい、まあ、今回、あの東映アニメーションの、えー、若手の育成プログラムとして。えー、まあ、一つの作品を完成させていただきました。えー、ジュラシックという作品です。えー、ここでちょっと、えー、ジュラシックの担当プロデューサーを紹介したいと思います。えー、東映アニメーションの伊藤です。 はい伊藤さんどうぞ拍手で迎えくださいはいはいじゃ自己紹介をはえ、い、トアニメーション第一映像企画部の伊藤と申しますよろしくお願いいたしますえっとじゃあ早速なんですけれども、はい、そのまあそもそもこのジュラシックという作品がどういった経緯で企画が作られていったのか。 そうですね。えっと、まあ会社のプロジェクトから始まっているんですけども、まあ、ある日突然です、ね、あの2 3 0代の若手の社員が招集されましてで自由な発想で新しい企画をまあ提案しましょうというまプロジェクトのミッションだったんですねでそこから3つのチームがありまして、まあ、その中のまあ私は1つのチームのまあ1作品を提案したという流れになっています。はいはい でまあ、今回、す、あ、で、のーまあ、に YouTube とかでですね<っ>あの映像はもうご覧いただいている方がいると思うんですけれどもえ<っ>、えーまあ元になったその、なぜ今回このような作品のモチーフになったのか。1分間のショートムービーではあるんですけれどもあの図鑑 を元にしてましててまリアルサイズ古生物図鑑という去年の夏頃に発売された図鑑なんですけども、まあ、あの現代の社会にあの古生物ですね恐竜とか、まあ、あとアノマルカリスだとかが実際のサイズで現れたらどんな大きさなんだろうというのを、まあ、ポップなあの色鮮やかな色彩で描いているビジュアルブックになってまして、まあ、その図鑑を見た時にめちゃくちゃ面白いなと思ってで実際に動かしたいなと動いてみてもいいんじゃないかというところで企画書を書きました。 でまあまあ、若手が集まって自由な発想で今回作ることができたんですけども、はい、その作っていく過程の中でこうなんか苦労した点とかっていうのは、はい たくさんあります <laughs> はいちょっと時間がないんであんまり全ては言えないんですけども <はい S 1> まあの今回ですねあの実際の制作スタッフもまあ私も実はもともと総務部にいたので全く違う仕事をしていた中でまあやった企画でしたしあと監督とあと作画監督だったり美術だったり色彩だったりいろいろなあのスタッフが実は20代のまあ初めてその役職をやりますという方がまあ集まってたんですね。ななのののでででで原作作があるる品ではないのでまあ自分の頭で考えるしか な,ないというところで多分それぞれが、まあ、悩みながら試行錯誤して、はい、まあ作っていった作品になっていますで一つだけ強く言いたいのが、はいまあ、もちろん若手が若手がとあの言ってはいるんですけども、まあ、それを支えてくださったベテランの方々がいらっしゃって、まあ、アドバイスをしてくださってで完成したという経緯がありますので、はい、なんかその指導してる姿を実際に見てたんですけども、はい、なんかすごく会社にとって自分で言うのもなんですけども有意義な企画だったんじゃないかなと思っております。<laughs> まあこういったまあ世代を超えてあの技術が継承されていく新作品を作っていくっていうところがあの取り組みとしても非常に素晴らしいことになっていると思います。でまああのこの後ちょっとまたご覧いただこうと思うんですけどもその前にえっと今後のそのやはり展開何か。 そうですね、はい、まあ今回はあの本当に1分間の、まあ、PV というところだったので、まあ、図鑑の面白さを表そうというところで、まあ、ミュージックビデオのような作り方になっているんですけども、まあ、今後はもうちょっとあのストーリーをあの広げていってで、まあ、いつかあの皆さんに見ていただけるように、まあ、大きい作品に育って,ていきたいなと思って今、あの誠意ですねあのいろいろなところにあのお話をしに行って広げていく活動を準備しているというような。はいはい 段階になってますなのであの今後ぜひ「ジュラシック」の展開にご期待いただきたいと思いますけれども今回の、ね、上映会はあの原点からねいろんな日本の歴史の変アニメの変化点と到達点といってこの1年ぐらいのアニメーションの作品、はい、映画を紹介してるんですけど、はい、ここに未来があるって <laughs> <laughs> ちょうどちょうどなんかすごいいい感じになったなと思って <laughs> います。はいはい えとそれでですねもうそろそろ上映が始まるんですが、はい、あのこれから 4K のです、ね、白蛇伝をご覧になる方へのなんか見どころとかポイ、はい、ここを見てほしいといがあればあおひ,おひこと言ずついただいて技術的なものであったりだとか、まああのー、ずっと、えー、今お話をさせていただいたところでありますのであとはもう、あのー、ゆっくり 楽しんでいただければ嬉しいかなと思っておりますので、はい、あの今から60年前にこれだけの作品が作られたということを、えー、ぜひその目で見ていただきたいと思います。はい、どうぞあの多分ね音がちょっと違います。でも当時の音を聞いた人多分ここにはいないと思うんですけど、<laughs> あのこれ音の復元ネガフィルムからやりましたんで、当時の上映ってネガフィルムからプリントポジを取ってそれを上映しているので、ネガで持っている音の 周波数全部ポジでは再現できないんですね。それと当時の劇場のサウンドの性能等を考えると、多分今日皆さんが聞く音は、えー、一番原音に近いっていう修復をしたつもりです。あとは絵の中でどれが塗り間違いなのかなっていうのがお分かりになればいいかなぐらいのところです。パレードのところかやっぱり結構楽しんでいただければいいと思います。はい、ありがとうございます。 まあ私からはあのあれですねあの夏空もしご覧になってた方がいればあのドラマの中で前着はかかってないんでですねあこれがねあの主人公の、はい、夏の作ったアニメとはまあちょっと違うんだけど、はい、<laughs> まあそれもモデルになったものかあモデルというかヒントになったものかということで,ですね、はい、楽しんでいただければと思いますどうもありがとうございましたありがとうございましたどうもありがとうございましたじゃあ続いてはショ賞あそうです、ね、すみません以上ではい ありがとうございました。それではあのただいまより百茶店 4K デジタルリマスター版の上映となりますので、えー、今一度ゲストの皆様にあの拍手でお願いいたします。<laughs>